こんにちは、木下優香です。今日はね、じゃん、カルボナーラトーストを作りたいと思います。これもツイッターで教えてもらったやつです。食パンの上にね、カルボナーラ的な食材を乗せて簡単にね、カルボナーラのトーストが作れるっていうやつです。作ってみたいと思います。で、食パンを並べます。普通は1枚で作るんですけど、私は大きいのを作りたいんで4枚並べます。マヨネーズの壁を作ります。これ悪魔トーストの時と一緒ですね。はい、これに卵を1個ずつ入れていきます。卵が溢れないか怖いですよね。そしたらこれを5分ぐらいトースターで焼きます。トースターもしない人はオーブンとかでも全然大丈夫ですよ。なんかいいですね、卵が4つ並んどるのって可愛いですねはい、5分ぐらい焼くとこんな感じになりましたね。なんかちょっとこれだけ卵の色が変だけど、腐ってるわけじゃないと思います熱の当たり具合だと思います。チーズをのせます。はい、そしたらベーコンものせていきます。黒胡椒をかけます。塩も振っときます。そしてまた今度はチーズが溶けるぐらいまで焼きます。結構いい感じになってきてます。大変です、マヨネーズが溢れてます。でも大丈夫です、クッキングシートがあります。今日は控えめにこんなところで勘弁しておきます。じゃあ美味しそう、ジュージューいってます。じゃあ完成です。美味しそうですね、いただきます。結構ね、マヨネーズだいぶ使いました。 450g のマヨネーズが1本ぐらいなくなりましたねいただきます。結構ずっしりな感じします。思い出してみたら、このね、黄身を割りながら食べるんですって。一口かじっちゃって怖いな、これやるの。こっちでやってみる。多分この真ん中あたりに黄身があるはずですよね。あ、私焼きすぎちゃったね、半熟じゃない。あちゃー、あー、なんか美味しさ半減ですね。え、全部そうなんかな。あ、これ半熟だ。あ、私これ第2弾焼いちゃったんですよ。その間にちょっと黄身が余熱で固まっちゃった感じですね。あ、半熟です。ほら、見えますか、半熟。これを混ぜながら食べるとカルボナーラトースト的なやつなんですよ。ほら、美味しそう。うん、めっちゃ熱いけど卵がトロトロで美味しい。吸いながらうまく食べると卵がこぼれます。うん、こぼれる。卵がね、トロトロでチーズと合わさってカルボナーラみたいな味がしとって、そこにマヨネーズが加わってね、めっちゃ美味しいです。ちょっとこっち側がね、卵固まっちゃってるんですけど、まあこれはこれでですよ、半熟嫌いな人は的な、うん、そういうトーストだと思えばいいです失敗じゃないです。ほら、卵が綺麗に固まっております。焼いてしばらく放置すると余熱でこんな感じになります。うん、これはこれでマジで美味しいです。トロトロじゃないけど、もうトロトロの卵ですいつもやってるんですけどね、はちみつをかけてみます。甘じょっぱいもの好きとしてはね、やらずにはおられないですよ。ほら、美味しそうでしょ。ベーコンのしょっぱさと蜂蜜の甘さが溶け合ってたまんないです。蜂蜜ね、かけた方が私めっちゃ好きです。マヨネーズと蜂蜜合うんですよ。ハニーマヨですね。こう半熟のやつと蜂蜜合うかどうかですよね。マヨネーズ混ぜながら食べた方がいいのかな。そしたら真ん中にもマヨネーズいきますもんね今更だけど、まあ、半熟で蜂蜜はほんのりな感じになるけど、これもこうやって美味しいですね。うん、どうぞ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 、ベッタベタで、最後の一口です。ごちそうさまでした。カルボナーラトーストめっちゃ美味しかったです。でもこれってなんか私が前悪魔トーストの時に勝手にアレンジしたウィズ卵をウィズ牛肉みたいのと合わさったような感じですよね。だいたい牛肉のやつもそもそもベーコンでやろうとしとったし、まあ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 、きっとみんなが考えるレシピなんでしょうまあね、だいぶカロリーはね高いと思います。蜂マヨネーズめっちゃのっとったし、でもそういうのってね美味しいんですよね。悪魔ですね、食べ物は小悪魔です。10分近く焼くけトーストがさ焦げるんじゃないかっていう心配があると思うんですけど、私は多分ねクッキングシートを敷いとったけ
周りが焦げないで済んだんじゃないかなって思ってます、まあ、よくわかんないです普通に焼いたら焦げるのかどうかもよくわかんないんです、まあ、アルミホイルとかで工夫しても多分焦げないようにできるような気がします。じゃあとても美味しいのでぜひぜひ皆さんもたまにやってみてはいかがでしょうか。本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録ぜひぜひお願いします。バイバーイ。